金融市場に気持ちが揺れる人っていうのはやっぱりなかなか成功しない。うん、自らを否定できるような視点を持っている会社の、うん、が伸びていくんだと思うんです。はい、本日私あの鎌倉にある鎌倉投信という会社にお邪魔しております。えっと今日のゲストは鎌倉投信の釜田康之社長です。あの皆さん今投資されてますでしょうか。ねあの世間ではまあニーサが盛り上がっており、インデックスを買っておけば。 万全だとか、まあ、オルカン一択だみたいな話が、えー、巷ではよく聞かれるんですけれどもあの鎌倉桃信さんは社会を良くするための投資というのを合言葉にこれから日本を良くしていきそうな日本の会社にあのフォーカスして投資をされている投資信託なんですね。でやははりそ,のそこにすすごく哲学があるわけけなんですけれども あの釜田さんによると、その投資哲学こそがこう人生を豊かにし、あのいろんな生き方、いろんなものの見方につながっていくというそのあたりのメッセージを今日はたっぷり伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。やっぱりあのまあ例えばね、運用成績とかあのすごくあの優れた運用成績を残していらっしゃるわけなんですけれども、一方でその未来を良くするあの、ね、会社って必ずしも。 ね、あの上がるわけじゃないじゃないですかです、ねまあ、クリーンエネルギー株とかね買ってもなんかむしろ下がってるみたいなこととかもそういう時にその鎌倉投資さんの顧客の方々はそれでもいいっていうスタンスになってらっしゃるんですかそのあたり正直なところどんな感じなんですか あの必ず求められている方が多いと思います。それはちゃんと求めていらっしゃるす。はい。で、あのすごく大事なことというか納得していただいている点でいうと、うん、あの特にこの近年でいうと、まあここ数年でいうと日経平均最高値更新して、あの株式市場日本の株式市場盛り上がってきている中で、うんうん、あの鎌倉投信が投資しているようなあの割と中古型の特徴のある会社っていうのは。 あまり株価は上がってなくてですね。大型株しかどんどん、ね、上がってないんですよね。まあ、仕組み上そうなりますよね。そうあの自社株買いどんどんできるような会社とか、うん、まあなんていうか海外の投資家があのまとめたお金で買えるような大企業の株しか上がってないっていうのがあるんですけども、そういう中でパフォーマンスはすごく劣等してるんですねここ数年。長期で見るとあの非常に安定してるんですけど、で,、ねうんうん、で確かにあの。 いい会社に投資をしているっていうのもあるんだけど、もう少しいいあのリターン出してよみたいな方ももちろんおられるんですね。<laughs> うん、<laughs> 正直な方がいる、はい。<laughs> ただあの鎌倉投信があの手ににお話しているのは、あのこの優位という投資信託の期待収益率と想定しているリスクはこのくらいですっていう、だいたい株式市場の半分ぐらいのリスクで。うん あの年平均でいうと中長期的で 4%5% 以上を目指していきますっていうそういうようなまあ大体投資先企業の業績の伸びを若干上回るぐらいの投資リターンを目指しているっていう話をしているのでまあその水準はクリアしてるんですねその辺の投資の哲学投資方針とあの想定しているあの目標収益率リスクみたいなものを きちっとお伝えしてるので言ってることとのずれはないよねっていうのでそこの理解度はかなり高いんじゃないかなというふうに思っていますじゃあこの今生成 AI ブームで半導体が高いとかそういうのがあったとしてもガファムすごいみたいなことになったとしてもそれはそれみたいな感じの方々ってことですか あの鎌倉投資みたいなのをこう組み合わせておられる方たくさんおられますしお客さんの,あのタイプでいうと結構いろんな方々おられて「初めてです」っていう方も比較的多い投資信託だと思いますで考え方は分かりやすいですしあの運用成果もあんまりこう大きく上がったり下がったり不安定な動きはしませんのであと投資経験の長い方でもなんかやっぱりあの。 インデックスみたいな効率性のある運用をやりながら一方でやっぱり社会的な目線を持っている運用っていうのもうん、うん、必要だよねっていう,うん、うん、でそこで自分はやっぱり勉強させてもらうみたいなうん、うん、そういうようなバランスを取られている方もおられます。そううかと思うと思デイトレードや てる人とかですねおおお。デイトレードやりながら投資。そ、うん、の為替のデイトレードとかですね。<laughs> えー、やってきた人とか。<ー>ちょっとそっち疲れるんだよね。面白いですね。うん、なので、自分なりの投資のやり方をしっかりと持っている人は、投資で成功する可能性が明らかに高くて。なんか、あの、自分の軸がなくて。あの、株価が下がったら、不安になっちゃったりとか、うん、上がったら、なんかすごく盛り上がっちゃう。はい、あの、金融市場に。 こう気持ちが揺れる人っていうのはやっぱりなかなか成功しない、ねうんうんうん、え自分の投資感ってどうやったら持つことができますか？うん経験値だと思うんですね。うんうん、あのインデックスをこれオルカン一本でもいいんだみたいなそれも一つの投資感なんです。でデイトレードもあの極めていくとこれも立派な投資感であの他の人にはできないようなスキルとか考え方っていうのもで出,出てくると思うんですね。であのなので 継続してやってみるっていうのが、うん、そういう中でだんだん自分に合ったものが見つかってくるとご自分でやっぱり選んでみたいっていう、はい、あの個人投資家の方もいらっしゃると思うんですよね。そ、ねねね、それここそそ経営者の理念にその共鳴したりとかいいろいろこう きっかけみたいなのがあると思うんですけれどもやっぱりなんかそれで自分の思い込みで盛り上がってしまうみたいなところってすごくあるじゃないですかなんかこう良い会社を見極める鎌、ね、田社長なりのこう指定みたいなのぜひちょっと伝授いいたただきたいですねやっぱ個別株ってなんていうんですかねこう自分が すごく思い出が強くなればなるほど期待値も上がっていくんですけど株価は全然上がらないみたいな逆いっちゃうみたいなそういうことってしょっちゅうしょっちゅうあってですね本当自分がこの会社好きなんだっていうのと株価うミスマッチする期間っていうのが一定程度あるのってごくごく当たり前なんでそこをなるべく合わせていくっていうのは正直かなり難しいんですよね。その前提で まあ、私たちは運用している商品が優位にしてるといるう投資信託なんで、うん、あの個別企業の株の推奨なんかはできないのでちょっと一般論として考えていったきにあの鎌倉投資が投資先を選ぶ時っていうのはやっぱりかなり時間をかけて現地訪問を。視察して、はい で何回か社長さんに会ったり社員さんに会ったり、うん、場合によっては取引先さんの話も聞きながら会社がこう標榜していることと実際にやっていること、うんはい、でその辺のこう理念と行動がどういうふうに業績につながっているのかみたいなそこをやっぱり専門の調査チームが一生懸命探り当てにいくんですよね。うんはい 現地訪問って例えば、薬、ね、本とかであのトイレがきれいな会社を、ね、儲かっているみたいなそういうポイントみたいなのってあったりしますかあります、あのうん、そこはもういろいろあってですね、はい、会社によってカラーがあるんですけど例えばやっぱりあの工場を見学に行った時の、うん、あのなんか、うん、物の置き方とかですね。 雑に置いてあるか、かなんんこうちゃんと動線とかもとか動線とかですねで人がどういうふうに配置されているのかとかあ<ー>あのそれにいい悪い意義があるというよりもうん、うん、その考え方がどういうふうに作られているのかみたいなのを聞くと<ー>納得感があったりとかなるほど、うん、何か思想があってそうなっているのかただなんか雑にあるなっているのかあとはなんかあの何気ない社長と社員との会話っていうのは そこで結構距離の近さを感じたり、ああなるほど。何とかく最近なん子供どうみたいな<ー>人がですね。うん、うん、あるいはなんかあのオフィスの中に貼ってあるようなこの<ー>なんか社員さんのこのメッセージとかですね。なんか人を大切にしている感って確かにそういう貼り物とかに現れたりとかそうですね。うん、だから何を大事にしている会社なのかっていうのはそういうところで感じ。 取って確信に至るみたいなあるんですけども、うん、個人の方ってなかなかそこまでできないじゃないですか。すね、社長さんにちょっと会ってくださいって言って、もち、まあ、ろんね、株主総会で会えるぐらいだし、はい、だからそこは難しくて、やっぱりでもその中でも感じ取ることって何かというと、あのやっぱり会社がやろうとしてることに自分 なりのこう共感軸があるかどうかとか、うんうん、あの使っているものとか B2C のような商材であれば、うんうん、これってすごくいいものだっていうふうに感じれるかどうかっていうのはまずベースとしてはあると思うんですよね。うんうん、でもう一つは投資で成功したければ予測してはいけないっていうふうに書いて予測は外れるんで,、はい、で、予測は難しいんですけど予見できる未来ってあるんですよね。例えば日本は人口が減っていきますね,ますねとか。うん 気候変動はこれから対策をどんどん講じていかなきゃいけませんねとか,か、うん、あのもしくはこう情報通信技術がこう半導体の AI とかで半導体の、えっと、性能がどんどん上がっていく時に、うん、あの半導体を作る上で必要な周辺装置みたいなのあるじゃないですかそういう会社もあの間違いなく成長するよなとか。 なんかあの大きなトレンドを予見しておくっていうのは大事かなと思いますただやっぱりこうあのテクノロジーとかってそれこそ予見はできるんだけど予測がつかないというかぶっちゃけものすごく素晴らしいあのアイディアとプロジェクトに見えてもで、ねまあ、中にはもしかしたらちょっと詐欺すれすれかもしれない、ね、みたいなのとかう、はいはいはい、そうです、ね、2000年代、頭に IT バブルってあったじゃないですか。はいはい とにかくこれがインターネット時の全盛期だみたいなので猫も尺子も株価が上がってしまって10分の1にそう落ちたっていうその中で本物が生き残っていくっていうことなんでなかなかこの本物っていうのを見極めていくっていうのは難しいんですけどもリアルなものを作ってるっていうのはここは薄偽りはないので。 あのまあそこに対しての革新性っていうのをまあ自分なりに探していくっていうのはあると思いますよね、うん。はい、はい、あのお答えになれる範囲で結構なんですけども、はい、こういうところはあの投資しないなみたいなのっていうちょっとネガティブ判断軸みたいな感じなんですけどあったりしますか。えっとなんていうんですかね。やっぱりなんかあの。